グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。ドイツ一部のシュトゥットガルトに所属する FW、イラスーマンギトゥカが、これまで使用し、いた氏名と青年月日が事実とは異なるものあったことを告白した。クラブが8日に発表、っている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで。い、でもどこでも簡単視聴。 1>, 1ヶ月無料を試し実施。サイラスは、フランス2部のバリ FC から2019年にシュ・ウッドガルトに加入し、遠藤渡るらと共にち、無の一部昇格に貢献。自身初のトップリーグ長となった、ブンデスリーが一部でも11ゴールを許、るなどの活躍を見せ、リーグ公式の年間最優、ルーキーにも選出された。だが、クラブの発表を、よれば、 サイラスはこれまで実際と異なる本と青年月日で選手登録されていたことを告げしたという。実際の氏名はサイラス・カトン無分派であり、青年月日は1998年10月6日。これま1999年10月6日生まれの21歳とされていたが、実際には22であることが明らかになった。 本後民主とも国の出身である同選手は17歳の時に欧州に渡しフランスでプレーを開始。この際銀行口座やスポートに至るまで全ての管理を行ってい代理人が名前や青年月日を変えさせたとさっている。クラブの説明によれば 代理人は際、彩、すが身元を偽ることで母国とのつながりを断切り、また秘密の共有を通して自分への依存、強めることを図ったと考えられるという。大、人の身元も把握しており、選手を保護する他、公表は、控えるが、法的措置も検討中であると、べている。クラブは今後登録名や青年月日の、さらを行うが、DFB、ドイツサッカー連盟及び、DFL、 ドイリーグ機構と競技の上で選手資格に問題がいことは確認されたと報告。サイラスは代理による不当な支配の被害者だったとして全敵にサポートする姿勢を示している。<music>